では皆さん、改めまして、こんにちは。今日のワークショップ、10種類のテキストブロック、使い分けのコツというのを、始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。今、スクリーン見えてますか？ Can you see my screen, Cody? Yep. はい。では、始めていきたいと思います。私は、ベンチャミンと言います。ぜひベンと呼んでください。1992年から日本に、ずっと北海道に住んでます。2014年からワードプレスを使って、サイトを作ったり、前はそのワードプレスのカスタマーサポートの仕事もしていたので、ワードプレスで困った人を助けて、その人がこう思うようなサイトが作れるように導くという、そういう仕事をしていました。いろいろこう自分教えたりする機会があるんですけど、聞いている人がなるほどとこう理解する瞬間が大好きです。なので、ぜひ今日のセッションも何かこう新しいことを知ったりした時になるほどとチャットなどに入れていただければ、私も大変嬉しく思います。今日のスライドを皆さんに、共有します。少々お待ちください。これは終わった後にもオンラインでシェアをしますけど、今、ズームのチャットの方にも落とし込みました。このセッション中も終わった後もぜひスライドを見て、何か質問があったら最後の方には連絡先も書いてますので、何でも聞いていただけたらと思います。さて、内容に入る前に、皆さんの、ブロックエディター経験はどれくらいですかと、1が今日が初めての初心者ですという方、10が、ベテランです、もう使いこなしてます、自分でももしかするとブロックをコードを書いたりしてますみたいな、この経験だと皆さん、1から10何番くらいでしょうか。はい。2、トーストマスターさん2と、いただいてます。今日は参加者がちょっと少ないですので、もうどん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 何でも聞きたいことは聞いてください。いろいろ準備はしているんですけど、インタラクティブに知りたいことをぜひ提供できたらいいなと思っています。では、オンラインワークショップは、learn.wordpress.org で提供されている、皆さんで共に学びましょうという、そういう勉強の場です。私みたいに講演者がこうネタを提供しますけど、基本的にはお互いに質問し合ったり教え合ったり、また講演中も自由に質問していただいたりする、もう本当にこうインタラクティブな勉強の場を、狙っています。英語では、週そうですね、5、6回いろんな曜日のいろんな時間で開催しているんですけど、日本語のワークショップは先月始まったばかりで、まだまだちょっと立ち上がりの段階ですけど、今後どんどん開催していこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。セッションは録画されて、後から wordpress.tv にアップされて、参加できなかった方も見れるようになります。はい。では、ブロックエディター、今のワードプレスの基本の、編集画面、ブロックエディターなんですけど、そこで使えるブロックというのが、実は90種類以上もあるんですね。今、ワードプレスバージョン6.0.2なんですけれども、確か96個ぐらい、ブロックがあります。で、これを全部駆使するというのは、なかなか難しいですね。特に、テキストを書きたいといった時のテキストブロック、ここだけでも10種類、あるんですね。なので、もうただ文字を書きたいだけなのに、どのこのブロックを使えばいいんだろうと、ちょっと悩ましいところかなと思います。で、今日皆さんに教えたいのは、これには理由があるということです。10種類もテキストブロックがあるんですが、それぞれのブロックは2つのものをサイトに加えます。一つは、サイトの表面、皆さんの見える部分に独特なデザインを加えます。
そしてもう一つ大事なのは、サイトの裏にそれぞれ違ったプログラムコードを加えているんです。で、私たちブロックエディターを使う人は基本的にこのコードは見ないんですけれども、これを利用して、検索エンジンがサイトの内容を理解したり、アクセシビリティの観点で、サイトの情報を分かりやすく提示したりしている重要なものなんですね。なので、この表のデザインだけじゃなくて裏にも大事なコードがあるんだよということを知っていただけたらなと思っています。今日は大きく4つの質問に答えます。まず1つ目、それぞれのブロックは何が違うのか。2つ目、文字を書くためだけになぜそんなにもブロックが必要なのか。3つ目、使うべきブロックを見分けるコツはあるのか。そして、アクセシビリティは大事って聞いたことあるけど、もしかしてそれが関係しているとか。ということで、10種類のテキストブロック、使い分けのコツ、始めていきたいと思います。始める前に質問とかなかったでしょうか。大丈夫そうですかね。はい。では、今日は、どういう環境を使ってテストサイトを皆さんにお見せするんですけど、このローカル、wordpress.com っていう、環境を使ってます。自分のコンピューターの上でサイトを立ち上げて、お見せしています。テーマは2022、今の wordpress の基本テーマ。そして wordpress は最新の 6.0.2。wordpress はプラグインというものを入れると、たくさん、機能が増えたりするんですけれども、私が今日お見せするテストサイトはプラグインは何もないです。テーマも基本的なテーマだけなので、本当にワードプレスのコアにある基本の機能をぜひ皆さんに知っていただきたいと思っています。さて、ワードプレスの10種類のテキストブロック、一つずつ見ていきたいと思います。まず一番基本となるのが段落ブロック、ワードプレスのデフォルトのブロックで、何も他に選んだりしなければ、段落ブロックがどん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 、ページに足ささっていきます。一番基本的なところではあるんですけど、実際にちょっとページを書いてお見せしたいと思います。これは今タイトル何でもいいんですけど、こちらに何か文字を書くとき、ここですね。もうすでに最初段落ブロックが一つここに入っています。ページを作った時点で。で、ここに文字を書くと。で、エンターを押して開業すると、新しく段落ブロックが加えられました。これも段落ブロック。という感じで、開業を押すたびに新しい段落ブロックがページに加えられていきます。これが一番基本なので、この辺でいいと思うんですけれども、基本は段落ブロックということを覚えてください。次に、よく使うのは見出しブロックです。で、見出しブロック、名前の通り、自分のその書いているものに見出しをつける、機能を持っています。で、ページに、ブロックを足す方法はいくつかあります。一つ目は、ここの、黒いプラスマーク、これを押すと、ブロックを追加することができます。で、英語で検索ができるんですね。こうヘディングって入れると見出しが出たり、後から紹介しますけど、例えばカラムって入れるとカラムが出たり、ここでブロックの検索ができます。もう一つの方法として、この左上のプラスマーク、ここも押すことによって、先ほど見せた90何種類というブロックを選ぶことができます。で、ここですね、ここの見出しブロックを今見ていますが、見出しを入れて、こう見出しを加えることができます。もう一つ、ブロックの足し方として、今ここに灰色で出てるんですけど、ブロックを選択するには、スラッシュを入力という、この機能もあります。
キーボードでスラッシュを入れた後、いろんなブロックの種類があって、まあ、もしかしてこれが欲しいのかなと、すでに予想しているんですね、ワードプレスは。で、例えばここで、またこう英語の読みを入れなきゃいけないんですけど、ヘディングっていう単語を入れると、見出しブロックがあるんですね。なので、慣れてくると、もう本当、キーボード操作だけで、ブロックをどんどん足していくことができます。で、ヘディングブロックに関しては、さらに便利な機能があって、今これ、ヘディングのレベルなんですね。見出しレベルを変更と出てます。見出しレベル2番です。で、一番大きい見出しは1番なんですけど、ウェブページを作るときのお決まりとして、見出し1番はページタイトルだけに使う。その1箇所だけという決まりがあります。なので、基本的にはページの本文の中での2番から始めると。で、まあ、必要に応じてこれを3番、4番、5番というふうに変更することができます。で、これ H、ヘディングの H に番号がついているんですけど、これをスラッシュの後に入力すると、そのレベルの見出しが足さるんです。例えば、H の3ってやって、Enter を押すと、レベル3の見出しと。例えば、極端な話、H6、Enter とやると、見出し6、レベル6の見出しを加えると。まあ、こういうキーボードのショートカットがあります。さらに、この見出しに関しては他にも書き方がありまして、シャープの数で見出しを、レベルを決めることができるんですね。今、シャープ3つのスペースとやると、これ、レベル3の見出しが入りました。例えば、1、2、3、4、5とやってスペースを押すと、これは見出し、レベル5の見出しという感じです。まあ、見出しは、段落ブロックの次に一番多く使うブロックなので、こういった感じで、キーボード操作でも簡単にたくさん出せるようになっています。はい。ここまでで段落ブロックと見出しブロックで何か質問などないでしょうか。大丈夫ですかね。はい。では、続いて、リストブロック。リストブロックは、まあ、箇条書きのリストを、作るブロックです。箇条書きリストもできますし、番号を振った番号付きリストというものも作ることが可能です。で、これもちょっとじゃあ作ってみようと思うんですけれども、こちらから、ごめんなさい、このプラスですね、プラスマークからこのリストというのを選ぶとリストが入ります。まあ、こういう感じですね。で、リスト項目は右にこう、インデントすることができます。なので、まあ、親項目、子項目、キーボードでも、スペースを入れると、さらにこう右にずれた項目を足すことができます。こう、親、子、孫、ひ孫という感じで入れられますし、バックスペースキーを押すと、これを左にずらすことができます。これも同じなんですけど、右にずらしたり、左。キーボードだと、バックスペースを押すと左にずれて、スペースを押すと右にずれていきます。で、番号付きリストにも変更できるんですね。あ、もう一個新しいの作りますか。番号付きリストは、プラスのリストのここに番号を選ぶと、1番から始まったリストを書くことができます。リンゴ、ゴリラ、ラッパ。まあ、こんな感じで。ここの番号は、
普通は1から始めるんですけど、時々別な番号から始めたいことがあるんですね。何かこう箇条書きを始めて、ちょっと説明を加えて、でその下にまた箇条書きを続けるといったとき、この右のブロック設定を開いていただくと、ここの番号を変えることができます。ここに番号付きリスト設定の初期値とあるんですけど、これも例えば7とかにすると、789とリストの開始番号を変更できます。さらに、リストの数字を逆順にするというこのオプションもあって、これを押すと、7から始まって逆順なので、765と数字が戻っていきます。何かこう、ランキングとかを紹介するときに、10位、9位、8位とこう組み上げていって、最後に1位を示すとか、そういうときに使える機能かなと思います。で、このリストブロックも、使うことが多いので、キーボード操作だけで作成が可能です。例えば、米、この半角なんですけど、半角のアスタリスクスペースとやると、リストを作れます。これですね。で、またキーボードだけスペースで右にずらしたり、バックスペースで左にずらしたりできます。番号付きリストは、これは1番限定なんですけど、1ドットスペースで番号付きリストを作ることもできます。番号は1ドットスペースで、まあ、こういった感じで、リストも多く使う、ブロックの種類なので、キーボード操作だけでいろいろ作れるようになっています。これがリストブロックです。で、質問とか、そこもう一度見せてほしいとか、そういうことないでしょうか？はい。話してる。大丈夫です。はい。ありがとうございます。話してる最中でも何かこう聞きたいことがあったら何でも教えてください。さて、ここからがちょっと面白くなるんですけど、ここからは少しこうデザインを加えていくものになります。今までの3つは基本的なブロックですけど、今後テキストにデザインを加えていきます。まず最初に引用ブロック。メインの文章から、分けて引用内容を強調することができます。で、引用元を記載することも可能です。実際に使ってみようと思うんですけど、プラスから引用で、ここに縦線が入るんですけれども、これは引用です。で、ここに引用元が入ります。という感じですね。ここのデザインはテーマで決まります。なので、2022というテーマは、割とこうシンプルなデザインなんですけれども、テーマによって、この文字が色が変わったり、大きさが変わったりするテーマも用意されています。あとは、この縦線、これが気になるという人は、こちらのまたブロック設定を開いて、スタイルのプレーンというのを選ぶと、ここの縦線が消える。こういった機能もあります。ちょっとこれをプレビューして、ページを見てみましょうか。これですね。これがその引用です。で、引用なんですけど、もうちょっとこう際立たせたい、もう少しこう目立たせたいという時もあると思うんですね。そういう時に使えるのが、このプルクォートブロック。よくわからない、翻訳されたのかされてないのかわからないような名前なんですが、プルクォートブロック。プルクォートブロックは同じ引用などに使うものなんですけど、さらに強調させたいときに使います。こちらのプルクォート。上と下に線が入って、さらに強調したい引用です。引用元は書いても書かなくても大丈夫。という感じで、これを、プレビューすると、こうなりました。さらに強調した引用。ここの詳細もまたテーマで
少しデザインは変わってくるんですけど、引用と、プルクオートブロック、こんな感じになります。設定の方でこのプルクオートブロックは枠線をいろいろいじることが可能です。この上と下の、線ですね。例えばこの角丸、角丸、なんて読むんでしょうね。角丸は、こう数字を変えることでこちらの線を丸くすることができたり、ここで点線に変えたり、幅を太くしたり細くしたり、まあこういうことがいろいろできるので、ちょっとこう遊んでみると面白いことがたくさんできるかなと思います。はい、ちょっとデフォルトに戻しますか。プルクオートブロック、そして、もう一つここに子ブロックというのがあります。で、子ブロックは開業や空白などを入力した通りに表示するブロックです。で、ちょっとこれは新しいページを作って、新しいページを作って見せたいと思います。こちらですね。ちょっと新しいページで、ここのブロックを見ていただきたいんですけど、何も入力をしないと段落が入ります。で、Enter を押すと、新しい段落が始まります。で、3つ目、例えばこれはちょっと右に寄せたいなと思って、スペースを使って右に寄せて、まあ、こういった感じでスタイルを作ったとします。で、これを、プレビューしてみますと、せっかく右に寄せたのに、これが左にまた戻っちゃうんですね。この段落ブロックというのは、余計な空白や改行をなくす、そういう、まあ、機能というかそういう仕様になっていますので、こう例えば詩を書くとき特にそうなんですけど、こう例えばここの間隔もこんなに大きく開いちゃうんですね。開業すると新しい段落がどんどん入っていって、開業も大きいし、右に寄せたりしたいって言ったときにその距離が守られない。で、私は詩を書く人ではないんですけど、この S、詩集とかを見ると、結構この改行に意味があったり、2個入れたり、3個入れたりと思ったり、少しこう、インデントさせるとか、こういうことを詩を書く人は、まあ、意図的にやっているんですね。で、この段落ブロックだと、それはちょっとうまくいかないので、そういった方のために、詩ブロックというのがあります。で、これは、1行目ですと。で、もう一回ここの、リスト表示を見ていただきたいんですが、段落は Enter を押すとどんどん次の段落って始まるのに対して、この子ブロックは Enter と押しても同じ子ブロックの中にとどまります。なので2行目ですと書いて、これ全部1つのブロックなんですね。で、さらに例えば3行目です。こう右にインデントさせると、これをプレビューで見てみましょう。子ブロックの場合は、ちゃんとここの改行の幅ですとか、右に寄せるこの空白の数をキープしてくれる、そういうブロックになってます。例えばここに3行くらい開けても全部1つの子ブロックのままですし、プレビューで見ても、ちゃんとここの空白が維持されると。まあ、なので、ここまで6つのブロックを紹介してきました。段落ブロック、見出しブロック、リストブロック、引用ブロック、プルクオートブロック、そして子ブロック。それを6つ使ってページを書いてみると、まあ、ここに出ているような例が作成できます。ここに6つのブロックが入っているんですね。一番上に見出しブロックがあり、その下に段落ブロックがあり、ここはリストブロックを作っています。ここは右にこう寄っているのは、これは子ブロックです。で、縦線が左に入っている、これが引用ブロックで、右に、一番下にあるのがプルクオート。なので、ただの段落ブロックを使って文章を書いても全然 OK なんですけど、見た目的にこういったブロックを使い分けることによって、
見た目が少しこうデザインされた文章がワードプレスで書けるようになります。こういったようにブロックはまず表面に特別なデザインを加えています。ここまでで何か質問とか、もう一回見せてほしいこととか、そういうことはないでしょうか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。もう何個か、ブロックがあるので簡単に紹介をさせていただきます。コードブロック。コードブロックは、まあ、名前の通り、プログラムコードを書くときのブロックです。で、開業や空白を維持するというのはこれ子ブロックと同じなんですけど、2つ違ったこととして、ブロックの周りに線、枠をこう書いてくれるっていう機能と、もう一つ、等幅フォントというフォントを使ってくれます。等幅フォント。等幅フォントが、まあ、このコードブロックの、ミソなので、ちょっとこれもまたお見せしたいと思うんですけど、子ブロックと比較してみましょう。子ブロックで、これは子です。これは子です。文字の幅に注目してください。で、日本語はもともと等幅フォントが多いので、ちょっと日本語だと分かりにくいので、ここに英語を入力します。で、英語は文字によって文字の幅が違うんですね。例えば、幅の広い W と、例えば小文字の L なんていうのを比べていただくと分かりやすいと思います。この大文字 W と小文字の L だと文字の幅が全然こう違うんです。で、これを、コードブロックで入力するとどうなるかというと、コードブロックは文字の幅を全部等しくします。なのでこの W と L の幅が全く一緒なんですね。これ、他の文字もそうなんですけど、例えば、幅の広い文字、Q と I。これを、こちらで入れると、普通の C ブロックなんかで入れると、幅が違って出てくるんですけど、コードブロックはこれが一緒になります。これを表で見ても同じなんです。幅が全部の文字が一緒になります。で、これはまあ、プログラムを書く人は、こっちの方がコードが見やすいという、まあ、理屈で、これを使っています。なので、C ブロックとコードブロックの一番の違いは、この等幅フォントを使っているかどうか、という部分になります。もう一つ、整形済みテキストブロック。で、これはやっぱりちょっとプログラム用の、字体とかになるけど、例えば、もしかすると、その詩を書く上で幅を一緒にしたいとか、普通に文章を書く上でも、等幅フォントの方がいいなというときに、整形済みテキストブロックを使うと、こちらにも等幅フォントが使えます。開業や空白を維持するのは子ブロックと一緒で、今度はブロックの周りには線はなくて、等幅フォントを使ってくれます。整形済みテキストも今ここに書いてみますが、これも、で、私が今こう書き始めてみると、等幅フォントを表示してないんです、ここで。実は整形済み文章は本当は等幅フォントを使うはずなんですけど、出てないです。で、これは今回のプレゼンを用意する上で見つけたんですけど、ワードプレスを日本語設定にしている時のバグだと思うんですね。今、このページ、ここに注目してほしいです。本当は整形済みテキストも等幅フォントになります。で、今私、このサイトの設定のここの言語が日本語なんですね。これをもし英語に変えて
英語に変えてこのページを更新します。そうすると、ちゃんと整形済みテキストも等幅フォントになるんです。これはちょっとプログラミング用のフォントなんですけど、まあ、もう少し読みやすいのかな。本来は整形済みテキストはこのように等幅フォントになるはずです。が、なぜかサイトの設定を日本語にしてしまうと、等幅フォントが等幅フォントでなくなるというちょっとバグを見つけたので、まあ、これはいずれ治るかもしれないです。ちょっと報告をしなきゃいけないんですけど、基本的には整形済みテキストも等幅フォントになるということを覚えていてください。で、あと2つ、ブロックあるんですが、これは簡単に紹介だけします。テーブルブロックというのは、まあ、データを表形式で表示させるためのブロックです。マイクロソフトの Excel とか、Google スプレッドシートとかで表計算できますけど、まあ、テーブルブロックはその表示用に設計されたブロックです。で、クラシックブロックというのは、今、WordPress はブロックエディターが、基本のエディターなんですけれども、2年、3年ほど前までは別なエディターがあったんですね。で、それはまあクラシックエディターと今呼ばれていて、基本的に使うことはもうないと思います。ただ、ちょっとこう昔のエディターがどんな感じだったかなとか、少し体験ができるので、興味があったら見ていただいていいと思うんですけど、基本的には今もワードプレスはブロックエディターなので、これは使うことはほぼないと思います。はい。で、文字を書くためだけになぜそんなにもブロックが必要なのかという質問に到達するわけなんですが、それは理由はそれぞれのブロックは違ったコードをサイトに加えるからなんです。ちょっと極端な話、見ていただきたいページがあるんですけれども、これです。ちょっと大きくしましょう。今ここに2つの文字が書いてあります。これは段落ブロックです。これは見出しブロックです。で、表面から見ると、すごく似た字体ですし、ブロックの違いがよくわからないんです。違ったブロックを使って、そのフォントを変えたり、サイズを変えたり、まあ、いろいろ編集をしていくと、表面的に一緒にすることが可能です。ただ、裏のプログラムコードを見ると、これを全部理解する必要はないんですが、今見ていただきたいのは、ここの P という文字。そして、こっちの段落ブロックの場合、これが H の5になってます。上だとこれが P で、これが H の5。で、P は段落、パラグラフ、の、頭文字で、H5 の H はこれヘディング、見出しの頭文字なんです。なので、表のこうデザインは一緒にしても、裏ではプログラムコードが違っているんですね。これは検索エンジンとかそういうコンピューターが読むと、もう段落だっていうのがここで分かるわけですし、こっちも見出しだっていうのがすぐ分かるんですね。なので、このブロックが10種類あるっていうのは、実は裏にあるコードも10種類全部違っているからなんです。で、その裏に加えているコードを、まあ、一覧ここに出しました。これは別に覚える必要もないんですけど、もし興味がある方がいればと思ってまとめてみました。で、段落の場合は P、見出しの場合は H、リストの場合は UL、子ブロックの場合は PRE、引用ブロックはブロックコート、フルコートはフィガーとブロックコート、コードブロックはプレ、PRE とコード、整形済みテキストはプレ、テーブルブックはフィガーとテーブルとその他もろもろで、ここで気づいていただきたいのは、同じ組み合わせがないんです。まあ、唯一似ているとすれば、この子ブロックが PRE で、整形済みテキストも PRE なんですけど、この2つは、まあ、裏のコードは一緒なんだけれども、表のデザインが
違うというそういう違いがあるんですね。本当はこちらは等幅フォント、日本語だとエラーが出てるんですけど、バグがあるんですけど、本来ならば、表は整形済みテキストは等幅フォント、子ブロックは普通のフォントという違いがあります。で、このコードの違いが検索エンジンですとか、アクセシビリティの観点で何かこうアシストサービスを使っている人たちにとっては非常に重要な内容になってくるんです。正しく構造化されたコードはサイトを読みやすくするとまあ書いているんですけど、ネットを使う人の中には目の見えない方というのもいらっしゃいます。で、彼らはこう画面に表示されているものがわからないので、スクリーンリーダーという、道具ですとかサービスを使ってサイトを見たりします。スクリーンリーダーというのは直訳すると画面を読む、そういう機械のことなんですけれども、例えば音声で読み上げるソフトというのがあります。今画面に表示されている内容はこれこれですと、でこう目の見えない方にも分かりやすくするとか、今ここ写真出てるのは点字でサイトの内容を出してるんですね。その画面の文字を点字でちょこちょこ表示させて、それを指で折って画面を読みやすくすると。で、こういうサービスを使っている方々がいます。他にもいろいろアクセシビリティのサービスはあるんですけれども、私たち健常者がサイトを読むときに、例えば Google で検索をしてサイトを拾ったときに、わざわざサイトを全部を読んでいる人は少ないと思うんです。多分一番上にあるその目次をパラッと見て自分の見たい内容があるか確認したり、あるいはさちょっとこうパラパラと斜め読みをして画像をパラッと見たり、見出しをちょっとこう拾ったりして、で興味がありそうだなとか自分の検索した内容に合ってそうだなと思うと中をこう見ていく、そういう段階を経てると思うんですね。で、こういったスクリーンリーダーを使っている方々も同じことをしています。このスクリーンリーダーはまず最初に例えばページの見出しだけを読み上げる。で、その人が本当にそのページの内容まで知りたいかどうかをそれでまず判断するとか、あるいはその一部の見出しだけ読みたいときに、そのスクリーンリーダーに対して、この見出しまで飛んでと指示を出して、で、その見出しの内容だけを読むといった、そういうこともできます。あとは例えば、箇条書きリストの場合、私たちはこう読んでいて、今のなんだっけと思ったときに、戻ってそれを読んだりできますけれども、スクリーンリーダーも同じなんです。箇条書き1個戻ってとか、番号付きリスト1番に戻ってとか、10番に進んでといったように、彼らは操作をしてページの中身を読むことができます。とか、テーブル、さっきテーブルブロック簡単にお見せしましたが、それもこう上の見出しだけ読んでてとか、テーブルの中のここまで飛んでという指示を出したり、あるいは今から読み上げるコンテンツが引用なのかプログラムコードなのかということもこのサイトリーダーは教えるんですね。ただの文章ではなくて、次に読み上げる内容は引用ですとか、次に読み上げる内容はプログラムのコードですとか教えてくれます。で、この時サイトリーダーが見ているのはこれなんです。そのサイトの表面のデザインではなくて、裏にあるこのコードをもとに、閲覧者にそれに合わせた情報を提供しています。なのでデザインが一緒だから別に段落ブロックでもいいんじゃないか、見出しブロックでもいいんじゃないかとちょっと思うこともできるんですけれど、実はそれは違っていて、どんな方にでも読みやすいサイトを作るときには、やっぱりその裏の構造も意識して、構造がきれいな、そういった、サイトを作ることも非常に重要になってきます。ここ、長く話したんですけれども、アクセシビリティとこの、
スクリーンリーダーに関する内容で何か質問とかコメントとかないでしょうか。大丈夫そうですかね。はい。もうちょっとじゃあ先に進みます。正しく構造化されたサイトを読みやすくするわけですが、検索エンジンも正しく構造化されたサイトを好むと。まあ、私たち Google でこう検索して、自分でサイトを作っている人は、なるべく上位に出たいと多分思うんですね。で、このいろんなブロックを使い分けることによって、検索エンジンにも、好まれるサイトを作り上げることができます。いろんなブロックを使ったときの方が、段落ブロック一色よりも文章が読みやすいというのは、さっき例えで見せたと思うんですね。ちょっと戻ってみます。ここです。段落ブロックだけじゃなくてリストを入れたり、引用を使ったり、こういろいろすると、見た目が、ちょっとこう、かっこいいというか、デザイン化されて、読む人も読みやすい文章になります。で、検索エンジンも、段落ブロックがバーッと流れている文章よりも、適切にいろんなブロックを使っている文章の方が読みやすいことを知って、そういうサイトを、検索結果で、こう、点数を高くする、上位に持ってくる傾向が、報告されています。この時、検索エンジンはコード内のそのブロックの種類を読んでいます。見出しはどうかとか、段落の内容はどれくらいかよ。ものすごい長い段落があったらそれも読みにくいので、段落は適切にこう小分けされているかとか、やっています。あと、検索エンジンが強調スニペットというものを出すようになったんですね。例えば、何でしょう。たで始まる食べ物。はい。で、今ここに、どこかのサイトの内容が、こう、抜粋されて、表示されているんですけど、これ、その強調スニペットの一つなんですね。で、この強調スニペットは、箇条書きとか、テーブルとか、そういった段落以外の構造を使っているページが、選ばれやすいことが報告されています。例えば実際にこのページを開いてみると、いろんな情報が書いてるんですよね。こう絵があったり、なんかこう導入があったりしてるんですけど、Google は何を見たかというと、これです。この、目次を見て、ここの内容を箇条書きに変更して一部抜粋で表示していると。対大根大豆。対大根大豆。ここですね。で、これももうすでにこの引用、目次ブロックが、ちょっとプログラムを見てみますけど、ここに、リストブロックを使っているんです。UL というリストブロックで LI、LI っていうふうに、たくさんものを並べています。このコードは覚えなくてもいいですけど、こうやってリストブロックを使った構造を使っているので、Google もこれはリストなんだと解釈して、で、私が調べた他で始まる食べ物に対して、その結果を強調スニペットとして持ってきたと。これ、一つの一例なんですけれども、このように、構造化されたサイトを検索エンジンも好む、そういう傾向があります。では、テキストブロックたくさんありますけれども、実際に私たち使うときに、どうやってこれを選べばいいのか、その選ぶときのコツがあるかどうか。まず、ブロックは目的をもとに選ぶべきです。デザインではなく、目的をもとに選びましょう。例えば、ブログの一文を強調したいとき、ちょっと例をお見せしましょう。今、適当になんかお話を書きますが、僕が道を
歩いていたら、どうしましょう。例えば、あ、光るものがあった。100円玉だった。まあ、こんなお話があるとします。で、このあっていうのを強調したいと、大きくあってこう見せたいから、例えば見出しの、しかもこれを H1 番なんかにすると、僕が道を歩いていたら、あ、光るものがあった。100円玉だった。まあ、強調されてますね。で、視覚的には、これは強調として、いいんですけど、裏のコードでは、これが見出しだという、そういうコードが刺さっちゃうんですね。なので、検索エンジンはこのページを見たときに、僕の物語の下に、あっていう見出しがあって、このあっていうのに意味があると解釈しちゃうんです。けど、この物語の場合、多分このあっていうのは別に見出しという意味はなくて、ただの強調なんですね。なので、これは大きいからといって、見出しブロックを使うわけで、べきではないです。むしろ、普通にこれ段落ブロックでいいので、もし大きくしたいのであれば、段落のこの設定で、こういった感じで大きくすること、こちらの方が適切です。この方が表面的には強調したいものは強調されて、裏でも、しっかりその意味のあるコードを残している。まあ、一例なんですけど、こういった感じでブロックはデザインベースではなく、目的を元に選んで、選んだブロックを後からまあデザインを設定で変えていく方が、いいかと思います。それから見出し。見出しはよく使うんですけど、見出しは規則を必ず守るようにしましょう。これは検索エンジンの場合もそうですし、そのアクセシビリティのスクリーンリーダーとか、そういった機械も見出しで結構文章内容を解釈しているので、この構造が変だと、他の方に読みにくい文章になってしまいます。見出し、規則はいくつかあるんですけど、まず、レベル1の見出しは1つだけ。これはページタイトル。ワードプレスの場合は、必ずページタイトルが見出し1になるので、自分で別なレベル1をつける必要はないと思います。ページには必ず複数の見出しをつけましょう。もし複数も見出しがいらない短い内容のページだったら、なんか他の文章とつなげたりすることももしかしたら必要なんじゃないかなと考えてみてください。基本的に、検索エンジンは少し長めで見出しが複数ある、そういったページを優先して検索結果に登場させます。そして見出しレベルの大小を正しく並べる。2の次に4が来て、3に戻って6が来てという感じではなくて、親子関係、2の次には3、3の次に4。で、もう一回2に戻ってといった感じで、この大小関係を正しく意識することも大事になってきます。もう一つのコツとして、段落の長さは適切にしましょう。段落ブロックは、エンターを押すたびに、こう、新しいブロックに変わっていきます。で、一つ一つのその段落の内容が長すぎたり短すぎたりすると、検索エンジンなどはこれは読みにくい文章だと判断して、検索結果で下の方に落としちゃうこともあるんですね。なので、例えば、詩とか、まあ、どうしてもその一行が短くなっちゃうような文章は、段落ブロックではなく、あえて詩ブロックを使って、ちゃんとサイトにも、これは特別な意味があるから短いんです。ということをコードで伝えられるようにする。あと、長すぎないように、長すぎる場合も検索エンジンは嫌う傾向があるので、あまりにも長くなってきたら、ちょっと段落分けてみようかなとか、意識して、いただけるといいと思います。はい。最後、ちょっと駆け足になったかもしれないですけど、10個のテキストブロック。なんで10個あるのか、そしてその使い分けのコツをいくつか説明してきました。何かこう全体を通して質問とかないでしょうか。質問とかコメントとか、整形済みブロックの使い方が今一つ分かりませんと。はい、
整形済みブロックなんですけど、実は、これちょっと復習になるんですけど、整形済みテキストブロックと C ブロックはだいぶ似ているんです。で、整形済みテキストは等幅フォントを使うブロックで、 C ブロックは等幅ではない普通のフォントを使うブロックになります。もうちょっと戻りまして、これですね、整形済みテキストブロックは開業や空白を維持する。もう一回ちょっと実例で見せようと思うんですけど、よいしょ、はい、普通段落ブロックを使うと、これは一文です。エンターを押して開業すると次の段落が生まれてしまうんですね。これは 2文目です。で、例えば、ちょっとこうインテントさせたいといって、これは3文目です。例えばこういった文章を作ったとします。これも段落ブロックが3つできちゃうので、ちょっと検索エンジン的には短すぎてよくないんですけど、プレビューをすると、せっかくインデントしたこのスペースが消えちゃうんですね。段落ブロックはこういった余計な空白とかを、極限減らす、そういう仕様になってます。で、整形済みテキストブロックはそれを維持してくれる、ブロックになります。なので、いい加減こう変換を覚えてほしいんですけど、これは1文目です。で、今開業しても同じ整形済みテキストの中にあります。これは2文目です。で、例えばこうして、これは3文目です。これをプレビューすると、整形済みテキストはここのインデントをしっかり覚えて書いてくれます。で、段落はこれ開業するたびにブロックが変わってしまったので、検索エンジンからすると、この段落短すぎ、この段落短すぎと、まあ解釈されちゃうんですけど、整形済みテキストの場合は開業しても同じ一つのブロックの中にあるので、検索エンジン側からすると、あ、これは一つのまとまりの文章なんだなということが分かります。で、続けて質問があります。整形済みブロックと C ブロックは同じなんですね。違いは等幅か否か。そうすると、等幅ブロックを使う SE 上のメリットは何ですか。結果は正しいです。整形済みブロックと C ブロックは一緒で、フォントが違うだけ。SE 上のメリットは何か。SE 上は SEO、SEO 上、SEO というのは検索エンジン最適化。検索エンジンに合わせてサイトを構築するというもので、おそらく裏のコードが一緒である以上、SEO 的には同じ意味を持つと思います。ここはむしろビジュアルを意識した2種類のブロックという捉え方でいいんじゃないかなと思います。等幅フォントはやっぱり普通のフォントとちょっと変わってきます。日本語だとほぼ等幅なんですけど、英語とか欧米の文字を入力すると幅がいろいろ変わっていて、その方が読みやすいはずなんですけど、あえてこれは等幅にしたいって言った時に、整形済みテキストブロックを選ぶのがいいかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。では、残り1分になりましたので、今日皆さん参加してくださりありがとうございます。で、来月に、また次のオンラインワークショップを企画していますので、ぜひ皆さんお集まりください。来月は行ブロック、縦積みブロックでレスポンシブデザインを体験。レスポンシブデザインというのは、まあ、こうパソコンの画面だったり、携帯のスマホの画面だったり、画面の大きさに応じて
ウェブサイトのそのデザインが変わる。それに合わせて変わることをレスポンシブデザインというんですけど、次回は実際に皆さんで行ブロック、縦積みブロックを使って、このレスポンシブデザインを考えていく、まあ、体験していく、そういうセッションを企画しています。10月21日金曜日の午後3時から、そして10月22日土曜日の午前10時から、また同じ内容で2回開催予定ですので、ぜひお集まりください。今日のこの録画は後からwordpress.tv、ワードプレステレビにアップされますので、ぜひそこでまた、閲覧していただけたらと思います。今日の講演、ベンでした。今後もまたぜひお会いしましょう。今日は参加ありがとうございました。